一人息子の太一は大学2年生。サークルやアルバイトなど大学生活を謳歌しています。さらには最近彼女ができたようで、青春っていいわね。そんなある日、あのさ母さん、彼女が母さんに挨拶したいって言ってて、時間作ってもらってもいいかな。わかったわ。いつ？金曜日の3時ぐらいはどう？大丈夫よ。息子に彼女を紹介される日が来るとは。しかも彼女の方から挨拶をしたいなんて、しっかりした子みたいね。気合い入れすぎて二駅先の有名店のケーキ買いに行っちゃったわ。ティーカップも取っておきよ。ただいま。お邪魔します。来た。いらっしゃい。はじめまして、太一の母です。はじめまして、遠野ゆいかと言います。あの、これつまらないものですが。あら、ご丁寧に。ありが、これって、駅前のよくある洋菓子店の、1000円のお菓子じゃない？あ、ありがとうね。彼氏の家に挨拶に行くのに、1000円の菓子折りって。彼女にとって、彼氏の親に会うことは、1000円の菓子折り程度の価値なんでしょうか？このケーキ、とっても美味しいです。これね、二駅先の有名なお店のケーキなの。今日は特別な日だと思って。買いに行ってきたのよ。そうなんですね。ありがとうございます。本当だ、美味しい。あなたが持ってきたのは1000円の菓子折りだけれどね。じゃあ、ゆいかを駅まで送ってくるよ。ケーキごちそうさまでした。いいえ、こちらこそ。お菓子ありがとね。ゆいかちゃん、いい子なんだけどな。こういう時はもっといい菓子折りを持ってこないと。向こうの親御さんも何も言わなかったのかしら。ただいま。あれ、このお菓子どうしたの？美味しそう。今日、太一の彼女が挨拶に来て持ってきてくれたの。へえ、どんな子だった？俺も会いたかったな。可愛くていい子だったんだけれどね。何かあったの？この菓子折り、駅前のよくある菓子屋で、1000円のものなの。ん？わざわざ向こうから挨拶したいって来てさ、こっちはもてなそうと思って相応のものを用意してたのよ。それなのに、1000円の菓子折りって。ママって、結構嫌な姑になるタイプだったんだね。はぁ？俺はいい子だと思うけどな。あ、クッキーだ。だってまだ大学生でしょ？お金だってそんなに余裕ないだろうに、わざわざお菓子を買ってきてくれたんだよ。でもこういう時ってもう少し値の張る見栄えのいいものを買わない？せめて3000円くらいとか。あはは、いやいや、結婚の挨拶でもないんだし。っていうか逆に、太一はあちらに何を持って行ったのさ。え？彼女が挨拶に来てくれたってことは、太一も向こうの親に会っているかもしれないでしょ？やばいかも。夫の言葉に私は何も言い返せませんでした。彼女が持ってきた1000円の菓子折りのことをとやかく言う前に、自分の息子のことを考えるべきだったのです。自分の浅はかさを恥ずかしく思いました。太一が彼女のお宅に何の手土産を持って行ったか。太一も1000円のお菓子を買って行ったのかもしれないし、もしかしたらまだ相手の親御さんに挨拶すらしていないかもしれないね。手ぶらで行ったかも。それなのにママは、そんな彼女が持ってきてくれたお菓子が気に入らないと。ふっ、もっと高いものの方がいいんじゃない？いや、うちにはそんな高いものじゃなくていいよ。という可能性もあるんじゃない？彼女の持ってきたお菓子が不満でも、彼女を責めるんじゃなくて、自分の息子を振り返った方がいいかも。ありえる。まあママは1000円のお菓子が気に入らないんじゃなくて、太一の彼女に文句言いたいだけにも見えるけどね。そんな鬼姑みたいなことしないわよ。あと食べ過ぎだから。ママだって今こそ40年間生きてきた上での価値観があるけど、最初から相場が分かってたわけじゃないでしょ。いくらであってもお菓子を持ってきてくれたことを純粋に喜んだらどうかな。そうね、若い頃の気持ち忘れちゃダメだと思うよ。ま、ママは若くなくなっても魅力的だけどね。あれ、聞いてる？おいしい。ゆいかちゃん、きっと何を持っていけばいいか悩みながら一生懸命選んでくれたのよね。私にもあったわ、そんな若い時代が。そしてあの頃のパパは痩せてたわね。ただいま。ゆいか送ってきたよ。太一、
ゆいかちゃんにお菓子美味しかったって伝えておいてね。え？ああ、うん。また遊びに連れてきてちょうだいね。今度は気を使わずに手ぶらで来てねって言っておいて。夫の言葉で目が覚めました。あのままだと私は意地悪な姑予備軍になっていたかもしれません。目に見えない気持ちの価値を大切にしながらこれからも過ごしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。